前回は先進実証機 X2 の性能について主に解説しました。将来の戦闘機を国内で開発できるよう要素技術を開発し、組み合わせて一つの機体としてうまく機能をするのか、その技術を実証するためのものでした。今回は X2 を開発することになった背景、直接間接を問わず関わった防衛省関係者の考え、周囲の状況について触れながら X2 が完成するまでの動きを解説してみます。アメリカ製機体の輸入推進派と国産開発推進派、この2つの勢力の争いの中、国産派が積み上げた成果が X2 の完成と言えるかもしれません。これまでの機体を中心とした解説ではなく、様々な人々が現れますがご了承ください。1988年11月、F2 戦闘機の日米共同開発に関する覚書が締結された。F2 の開発背景については、これまでにも動画で取り扱っているので参考にしてほしい。日本は日米経済摩擦の中、アメリカからの圧力により新たな国産戦闘機の開発ができず、 F-16 をベースに開発することになった。当初の予定とは異なり、 F-16 の操縦系統のフライトコントロールシステムに関するソースコードは提供されず、また核となる技術開発時の実験結果も提供されなかった。一方、日本の独自開発技術である炭素繊維複合材による主翼の一体成型技術などはアメリカ側へ提供されるという不公平なものであった。日本が戦闘機を独自に開発するという貴重な経験も失ってしまった。だが、関わった技術者からは実質的には日本の勝ちだったという評価が意外に多い。全てではないものの F-16 の技術を手に入れ、あのレベルなら理解できるという自信も得た。複合材や飛行制御技術を実用化して F-16 をベースにほぼ新規と言えるほど作り変えることができた。アメリカにおいても日本に技術を与えてしまったとの評価もされている。しかし、技術研究本部関係者によると、 F-2 共同開発以来、航空自衛隊では国産開発派の熱が冷めていった時期があったという。日本の軍事技術の成り立ちを振り返ると、戦後については7年間の航空禁止期間の後、アメリカから技術援助を受け成長していった。朝鮮戦争時の米軍機の修復、練習機、戦闘機のライセンス生産による技術習得、米軍規格の生産管理手法などを学び、国産機の開発につながった。 T1 練習機の動画でも触れたが、困った時はアメリカ頼み、機体についてもアメリカから調達した方が良いという体質があった。自主開発をもうやめようと空自トップから何度も言われたことがあるという。日米の政治家、マスコミに大きく騒がれた F-2 開発で弱ってしまったのかもしれない。しかし、関係者たちの中から次こそは自主開発をするぞという小さな声が聞こえ始めた。次に戦闘機を開発するとしたら F-4 の後継の際となる。いわゆる国産派は、その時に国産で開発できないかと考えていた。林藤代ら国産派は、未来の戦闘機のコンセプト、先進技術実証機 ATDX を作り始めた。考えられる最先端の技術を入れようとした。敵に発見されにくいステルス性能、高い機動性を実現するフライトコントロールコンピューターなど。しかし、そんなものか、と自衛隊幹部から熱意を示されることはなかった。さらに新技術の開発が進められた。周囲360度を探知できるコンフォーマルレーダー、エンジンのデジタル制御システム、パデック、光通信を使用した飛行制御システムのフライバイライト。最先端の技術であったが、これでも ATDX への注目は薄かった。ただし、一方でアメリカ側にも気づかれず、地道に技術を高められたという良い点もあった。ATDX を実証機として完成させ、飛行させるという構想は、90年代半ばから消息を絶つことになった。少し遡って1990年代半ば、防衛庁航空機課長であった、大古和夫は、F-2 開発の協議を終えた後、アメリカの国防総省高官から外出を誘われた。向かった先は、ジョージア州アトランタにある、ロッキード社の格納庫。そこで見たものは、
極端に凹凸の少ないボディ、外側に傾いた垂直尾翼、翼下のミサイルがない、見慣れない戦闘機であった。高官は、オーフルの反応を見ていった。これが、最新の、第5世代戦闘機と言われる、F-22 だ。レーダー網をかいくぐる、ステルス性能、アフターバーナーなしで、スーパークルーズ、水力変更パドルによる高い機動性、自らはレーダー波を発さずに司令部や AWACS との高速データリンクによる位置確認、索敵、撃ったら自ら敵機を追う、撃ちっぱなし機能を持つミサイル、オーフルは F-22 の特性を次々と聞かされながら、高官に他との違いは何かと聞いた。すると、高官は得意げな顔で3点だ。飛行制御、下機完成、バックアップ機能、と答えた。オーフルはすぐにその正体をつかんだ気がした。これは空飛ぶスパコンの塊だと。日本が 4.5 世代の戦闘機 F-2 をなんとか開発していたところ、アメリカは機体などのハードではなくコンピューターやそれを駆使する専用ソフトに戦闘機開発の中心を置いているのだと。日米間の技術格差が縮んだと思いきや、さらにアメリカは進んでいることを目の当たりにした。オーフルは日本も何とかしないととつぶやいた。次第にある構想を温め始めた。そう、 F4 後継機には国産の自主開発機を選定できないものかと。ただし F2 開発での苦い経験もこりごりなので、国産開発計画を表面化することはできない。漠然と F4 後継を意識しつつ、できることなら近い将来に実際の機体を飛ばしたい。米国は、もちろん、日本国内の政治的なレーダーに気づかれず、静かに将来の可能性となる、要技術開発をしたい。そう考え、オーフルは、実証機構想を支持する同志を集めることにした。1999年、FSX 開発室長になった、宮部俊一は、オーフルから潜在的な同志になり得ると見られていた一人であった。当時、炭素繊維複合材の亀裂対策に取り組んでいた宮部は、オーフルから ATDX 構想に関する電話を受け、今、集中すべきは F2 の完成だと、オーフルの相談を快くは思わなかった。ただし、F2 の経験を通して、現場の実動部隊が欲しいものを欲しい時に欲しいだけ提供することが求められていると痛感した。故障箇所の補修技術はもちろん、改修による能力向上は輸入では得られない。また、何度シミュレーションをしても実際に飛ばしてみないとわからないこともある。今、取り組んでいる複合材の問題も地上試験まではしてきたが、実際に飛行をして気づくことがある。宮部はこれらの経験から、日本にある程度の防衛産業基盤は必要と考えていた。また、米国との交渉力を保持するためにも、最新鋭戦闘機を開発できる防衛技術開発の基盤は確保しておきたい。宮部は次第にオーフルと議論を重ねるようになっていく。運用者の理解が得られるような熟成させた独自技術を持つべきだとオーフルに問題提起する者もいた。後に技研の本部長となって X2 の開発を推進する安江正弘である。戦闘機の開発において未成熟の最新技術を取り入れ、叩き台となる実験段階の X と量産前の試作である Y の2つのプロトタイプモデルがある。日本ではこれまでより完成形の近い Y レベルの試作は行ってきたが、 X レベルからの技術開発は少ない。もっと要素技術の段階から検討、洗練させて自前の技術を手に入れるべきではないか。安江はそのように訴えた。オーフル、宮部、安江、国産開発による将来の戦闘機に向けてそれぞれの熱意、思いを持って仕事に取り組んでいた。国産推進派のオーフルが管理局長、運用局長、防衛局長と昇進する中で、独自開発すべき装備品、技術項目を検討し周囲に説いていた。護衛艦、地対空ミサイル、戦闘用コンピューターシミュレーション、陸上防護用、ロボット、無人飛行機、陸自用個人 IT 装備など、特に重要視していたのが、先進技術実証機、ATDX であった。いつしか、それは、オーフル7アイテムと防衛技研で呼ばれていた。そのアイテム論を聞いていたうちの一人、航空技術者の若森浩二は1998年4月、防衛技術研究本部第3開発室長に任命される。
町内で航空機畑を歩み、戦闘機や出会った若森は、室長として何をすべきか考えた。将来の戦闘機には、ステルスと、高運動性が欠かせないとの結論に至った。若森の脳裏に、ATDX 構想が思い出された。90年代半ばを境に忘れ去られようとしていた。若森は、上司の安江に再度、ATDX 構想を実現させるべきだと、粘り強く掛け合った。若森はまず、3分の1で、無人機を作り、それで実験をした後、パイロットが操縦する、有人機を作ることを提案した。安江も、開発の必要性は認めつつ、慎重な姿勢であった。人が乗らないと戦闘機ではないと難色を示した。一方、若森は、時間をかけてはいけない。まずやらなくてはと二人の議論は、平行線をたどった。若森は、有人機開発の前にやることとして、先進技術の整理、コンセプト設計に取り掛かった。まずは、電波だけでない音、光、可視光線を考慮した、ステルス性能の定義設計。次に、高運動機能の技術要素をまとめた。フライトコントロールコンピューター、エンジンのデジタル制御、システム、パデック、高運動機能を実現する推力変更パドル、それらを統合して制御する、IFPCE、機体推力統合技術。さらに必要な技術と加えたのが、周囲360度探知可能なコンフォーマルレーダーを持つ、スマートスキン構造だ。これは、機体の曲面に沿って、レーダー要素子を配置し、周囲の探知を可能にするもの。向こう5年の間に、地上でできるものは、すべて終わらせろ。若森は部下に、そのように劇を飛ばし、いつか、実証機を飛ばすことを期待していた。技術研究本部の技術者たちは、実証機を、コードネーム、シンシンと呼ぶようになった。2004年頃から、対米交渉を行う防衛政策局を中心に、アメリカが口を挟んでくるものをやるのはどうなのかと、実証機プロジェクトへの懸念の声が聞こえるようになった。その背景には、日米間の政治、外交案件があった。当時、事務次官の守屋武正は、在日米軍再編問題をめぐり、防衛庁独自の案を構築し、外務省の案と争っていた。守屋は、小泉総理大臣と、直談判をして、日米同盟の是正、沖縄の負担軽減を解き、総理もその案を受け入れるようになる。この情勢の中、アメリカ側に F2 の苦い経験を思い起こさせるのは避けたい。そのため、防衛政務局幹部は一時、ATDX の計画の凍結を迫ったほどだ。ところが、その再編問題で防衛省案が通り始めると、状況が変わり、その幹部が ATDX に100億円単位の予算を要求するように言ってきたという。すでに新進の開発については、高運動飛行制御システムという名称で2000年度から2007年度にかけて134億円の予算がついていた。ただし、システム制御であって、飛行する実証機の作成までは含まれていなかった。この機会にと、技術研究本部の航空機開発チームは、機体製造に向けて予算要求を決意するが、2005年秋に防衛庁中枢から、機体は作らないようにと釘を刺された。そこで、飛ばなければ良いのだと、比較的余裕のあった予算で、実物大のモックアップを作ることにした。2005年9月には完成し、フランス装備庁の大型電波暗室で、ステルス性能が試験され、レーダー上では、サッカーボール大に映る程度だと確認された。F20 にも、ゴルフボール大よりは劣るものの、課題は見え、越えられないほどの壁でないことが理解できた。2007年4月27日、沖縄本島上空で、日米合同訓練が行われた。日本側の機体は、F4、F15 が各4機と、早期警戒管制機1機、アメリカ側は、F22、F15 が各2機と、早期警戒管制機1機の布陣。4世代戦闘機として、戦闘時に撃墜されたことのない F15 であるが、5世代戦闘機の F22 には全くかなわなかった。F22 を目視で確認できるものの、レーダー上で捉えることはできず、気づいたら泣けていたという。F15 があれば、F22 などいらないという態度であった。航空自衛隊の幹部は、一転して、F22 を F4 戦闘機の後継機の有力候補とみなした。仮に、中国が、武力による、実効支配を、尖閣諸島周辺で企てた場合、F22 で、
航空優勢を維持できると考えられた。合同訓練の3日後、キューマ防衛省はアメリカ国防長官に F-22 の情報提示を依頼した。日本はライセンス生産を望んでいたが、アメリカ側は高度技術流出が懸念されていたため、もしできたとしても完成品の輸入のみになると伝えてきた。その後、アメリカ空軍向けの調達の可能性がなくなったことから F-22 の輸出がなくなり、日本は F-35 を導入することとなった。2008年版下、技術研究本部はついに先進技術実証機の研究を財務省への概算要求に盛り込んだ。2015年までで394億円を要求し、財務省から総経費については要求通りに承認された。これまで要素技術の研究にとどまっていたが、ついに新進の製造、つまり将来国産のステルス戦闘機を作る可能性があることを意味した。林藤代ら国産派がコツコツと技術を積み上げ、アメリカの政治センサーに引っかからないよう慎重に進めてきた実証機構想が日の目を見た瞬間であった。すでに F2 開発時の技術的ネックであったエンジンについては、ちょうど2008年度に所内試験を終了予定で、所要の機能、性能を確認していた。アフターバーナーがついた初の国産エンジンで、推力5トンと小型ではあるが、推力重量比8を達成した。純粋な戦闘機ではないが、戦闘機に求められる技術の実証をするステルス機を日本単独で飛行させることができる。予算がついただけでも大きな前進であった。本機の開発は日本の置かれた政治的、軍事的状況の変化の表れと言えるかもしれない。これまで日本はその時々の最新の戦闘機をライセンス生産することができ、国内産業の技術を高めてきた。しかし、冷戦が終了した後は、アメリカに危機を与える存在はいなくなり、日本の相対的影響力の低下、また、中国、韓国への政治的配慮をする勢力の増加、機密情報の管理強化などもあり、日本への F-22 の輸出は禁止された。また、F-35 についても共同開発に参加できなかった事情もあり、国内企業の参画は、最終組み立てによる生産や整備となった。当然、ライセンス生産と比べると習得できる技術は少ない。さらに、中国の軍事技術の発展は目覚ましく、日本が、量だけでなく質でも優勢を保てない恐れがある。戦後に経験したことのない、そのような状況変化に対応しつつ、国内航空産業の維持発展を見据えると、国内での技術発展、整備や回収能力を強化する、自主生産、開発の重要性が相対的に高まってきたように思える。実証機のその後の開発については、前回に説明した通りである。2017年10月30日までに、計32回のフライトを実施し、ステルス性能や高機動性など、一定の性能を確認した。本機の開発により、国産での設計、開発技術の蓄積と次世代への技術継承が行われ、次期戦闘機の国内開発も選択可能だと内外に示した。さて、2020年12月、次期戦闘機について日本主導での開発を行うことが決定した。三菱重工が機体担当となり、戦闘機全体の取りまとめ、インテグレーションを行う。なお、エンジンやアビオニクスについては、引き続き米英との協力が検討される。戦闘機に乗せるような大推力のエンジンの開発が進み、耐久性は不明だが、航空試験までは済み、所要の性能に達した。国産の実証機を飛行させる構想は、時期は遅れたものの、エンジンもでき、目標の IFPC、機体推力統合技術も完成した。実証機の開発は、防衛省の技術研究本部の技術者、事務官を中心として、多数の人が次へ繋いで進めてきて、ついに次期戦闘機の国内自主開発へと発展した。次期戦闘機の開発はこれからであるが、日本の防空に必要な航空優勢を維持する、性能を備え、軍事バランスを保つ存在となるよう祈りたい。最後までご覧いただき、ありがとうございます。いかがだったでしょうか？気軽にコメントを書いてくださると嬉しいです。もしよかったら、いいねとチャンネル登録もお願いします。